キングのデュエルはエンターテイメントでなければならない。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ジャックアトラスです。さあ本日なんですが、レッドデーモンズデッキ作ってきたんでね、ご紹介していきたいなというふうに思っております。かっこいいね、このデッキ本当にかっこいいわ。めちゃくちゃ楽しい、使ってて強いし、そして、まあエクストラデッキからですね、ちょっとご説明していこうかなと思うんですけれども、まずですね、やっぱり、ね、これを出していきたいですね。基本的にこれを出していくためにこのデッキ作りました。スカーレットスーパーノバドラゴン、トリプルチューニングモンスターです。チューナー3体プラスね、チューナー以外のシンクロモンスターっていう非常に強力な、癖の強い、シンクロ召喚条件を持っていまして、まあ効果は結構強いです。もちろんね、このカードの、攻撃力は自分の墓地のチューナーの数かける500アップするよと。エフェクトのこのカードは、相手の効果で破壊されない、まあ、いわばライトニングストームが効かないと。で、一旦に一度相手のモンスターの効果が発動したとき、または攻撃してきた場合に、このカードと相手のフィールドのカードを全部除外する。まあ、無効にはしないんですけど、全部除外できます。はい、リソースをかなり削れます。これ強いですね。で、3番の効果で除外されたら、次の自分のエンドフェーズに、除外されているこのカードを特殊召喚できるっていう。まあ、ちょっとね、若干遅いんですよ、帰ってくるのちょっとここね、次のターンのエンドフェーズとかにしてくれる、次のターンじゃないや、次のターンのスタンバイフェーズとかにしてくれればなと思ってるんですけど、なんかエンドフェーズで帰ってきちゃうんですよね、この人ね。はい、で、スカーレットスーパーノバドラゴンさんを出していくための、メインギミックはちょっと後で説明していこうかなと。はい、で、カラミティ、これもかっこいいんだよな。レベル12のね、こいつはチューナー2体プラスチューナー以外のドラゴン属シンクロモヤメ属性っていう条件なんですけど、こいつシンクロ召喚に成功したターン、相手はフィールドで発動することが発動できなくなります。で、さらにこのカードのこの発動に対して相手はカードの効果発動することができません。めちゃくちゃ強いです。出したターンもうほんと問答無用で相手をぶん殴ることができるっていう、すげえ強いモンスターになってますんで、まあ、3ターン目とか、まあ高校で出していけると、まあ、嬉しいかなっていうモンスターですね。で、このカードが戦闘でモンスター破壊すると、その元々の攻撃力分のバーンダメージを与えるよっていう効果と、破壊されたら、ドラゴン族シンクロモンスターを蘇生できるよっていう効果もついています。で、レッドデーモンベリアル、これはね、自分のフィジュードモンスターをリリースすると墓地からレッドデーモンを蘇生できるっていう、まあ、要はアビスとかを蘇生することが多いですかね、ベリアルは。一回アビスが出て、でアビスとベリアル、アビスとなんかシンクロンリゾネーターとかでチューニングしてベリアル出して、で、ベリアルでコストなんか誰かのモンスターリリースして、アビスを、まあ、墓地から特殊召喚するとかいう風な動きをよくしていきますね。で、アビス、これが本当に強い。表側のカードの効果を、まあ、何でも無効にできるんですよ。フリーチェで相手ターンでも魔法トラップモンスターの効果、問答無用で効果を無効にします。めちゃくちゃ強いです。はい、一旦一度ね、これ名称指定なので、まあ、ちょっと注意って感じですかね。まあ、2体出しても2回無効にできるわけではないっていう。で、2番目の効果で相手に戦闘ダメージを与えるとチューナーを特殊召喚できるっていう効果もかなり優秀で、これで1回アビスからベリアル出したりとか、あと普通にその12につなげたりとかね、いうこともできますしね。はい、で、カオスルーラー、これがね、まあ、このデッキのキーカードといっても過言ではありませんね。はい、レッドデーモンズドラゴンではないんですけれども全然関係ないんですけども、闇属性、ドラゴン族のレベル8のシンクロモンスターということで非常に相性がいい効果も、このカードシンクロ召喚成功すると自分のデッキの上からねカードを5枚めくって、その中から光闇を1枚加えてそれ以外を墓地を送るよと。で、さらにこの、ね、2番の効果超強くてね、光闇を手札墓地から除外すると、まあ、墓地が帰ってこれると、これが要は2回分働けるんですよ。8レベル8として、要はアビス出せるしスカーレットノバも出せると。これがね、とても強い。1体で2体分のソワになってくれるんで、マジ強え。はい、で、しかも、あれだし、墓地肥やせるし。はい、で、サベージと、アーディックと、このハリファイバーアウロラドンは、まあ、別になくても戦えるんですよ、別に。レッドデーモンズって。ただ、やっぱり、ね、どうしてもね、事故ることあるんですよね。レッドデーモンズデッキって。これ、どうやって事故るかっていうと、チチューナーが引けないんですよ。チューナーは弾けるんだけど、非チューナーが弾けないっていうことが、まあ、たまにあるんですよね。まあ、そういう時に、例えば、まあ、この、緊急テレポートとか、サイキックリフレクターを弾いていると、一応、チューナーとチューナー以外が並ぶんで、ハリーファイバーは出せるんですよ。で、ハリーファイバーから、アウロラドまでつなげると、一応、レベル8のシンクロモンスターが出せるんで、ここで、まあ、ちなみにサベージともちろんアーディクもできるから、だから入ってます。まあ、事故っちゃった時の一応、保険みたいな感じですね。
まあ、ここをあの全部レッドデーモンズであのモンスターに変えていただけるともうちょっとキャラデッキ感は増すかなって思うんですけど、一応今回もちゃんとあのガチ構築になってますんで、ランク戦で戦えるようにあの構築してきてるつもりなんで、なので、まあ残念ながらこのギミックは入れた方がいいかなっていう判断ですね。で、スカーライト、これはあのアーク5版のね、ジャックさんが使ってる最強モンスターで、はい、まあ、これはまあ効果そんなに説明するとあんま効果そんな使わないからこれこいつ言うて、まあ、だからあの読んどいて、はい、でダークエンドも同じ感じかな、同じような感じかな、まあ、これもそんなに出さないからね、うん、でレッドライジングはめちゃくちゃ強い。これはシンクロ召喚に成功したら墓地のリゾネーターモンスター特殊召喚できるってことで、あのこのデッキ結構ねクリムゾンリゾネーターとワイルドワインドとかクリムゾンリゾネーターと、ウィッチとかからシンクロしていくことがあの結構あるんで、こういう時に、ね、レッドライジングが結構強いんですよ。でレッドライジングでレベル8につなげていく。でレッドライジングが墓地に置いといていたらすごいめちゃくちゃ強い効果を持ってて、こいつを除外すると墓地のレベル1のリゾネーターモンスター2体を墓地が特殊ができるよってことで、あのね3ターン目以降の動きがかなり強くなるんですよね。なんでできればレッドライジングとカオスルーラーを経由して、まあ、スカーレットスーパーノバとかがあのアビスを出していけるとかなりね、あの3ターン目以降は後続を確保する動きが強くなるっていう感じですかね。で、アーデックとかはあのさっき言った通りで、メインギミックなんですけれども、基本的にまあ要はレベル8またはレベル6のシンクロをあのできるようなギミックにしていけばいいんですけど、まずエフェクトベーラー、これはまああのウィッチからサージできて、ウィッチ結構ねあの強いんだよね。レッドデーモンズデッキだとあのワイルドワインドサーチして特殊感とかもできるんで、まあこれでサーチできるからっていうのと、あと増殖してるジェットも同じ感じですね。一応サーチできるからっていうのと、抹殺のあの指名者であの指名するコスト、これは、ね、完全に先行制圧型になってますんで、あのデッキとしてはちょっと手札誘発を抑え間にして、あの手札誘発を抹殺する系のカードをいっぱい入れました。まあここはもうちょっとバランスを見ていただければ、まあ高校でも戦えるようになるかもしれないんですけど、結局遊戯王、今の現代遊戯王って高校取ったら負けんじゃんめちゃくちゃ確信つくけど、高校取ったら負けるんですよね。なんで、まあ、先行制圧型の時は完全に先行に押した方がいいと俺は思ってて、一本勝負だからね、ランク戦だから、ちょっと誘発は抑えめにして、もうこれの抹殺系のカードをいっぱい入れました。で、文房具001とあと、オライオン、これもハリファイバーとアウロラドンのため の, あのデッモンスターたちですね、はい。でシンクロリゾネーターはあれですわ、あのフィールドから墓地を加えるとリゾネーター回収できるっていうのと、あと特殊召喚できるレベルチューナーでめっちゃ強いから3枚で、ミラーリゾネーターはクリムゾンリゾネーターから出してこれる、しかもレベル1の光属性なんで、これはカオスルーラーとかのコストになれるので、1枚、それから実質最強初動サイキックディレクター、これはハリファイバーにもなれるし、カオスルーラーにもなれるし、まあ、サベージにもなれますし、まあ、最強初動なんでこれは3枚、まあ、ここね、バスタースナイパーとかを入れてサイキックディレクターの枚数を増やすのもありだと思います。ただ召喚権使っちゃうので、まあ、そこがちょっと相性悪いかなっていう感じですかね。で、レッドリゾネーターは、まあ、クリムゾンリゾネーターから出してくるモンスターとしても優秀ですし、レベル2で展開力もあるんで、1枚、それから、クリムゾンリゾネーターはもう圧倒的最強カードなんで3枚、これフィールド上にねモンスターが存在しなければ特殊ができるし、こいつと、フィールドのモンスターがドラゴン族、ヤメ属性、シンクロモンスター1体のみの場合にデッキから、手札デッキからクリムゾンリゾネーター以外のリゾネーターを2体まで特殊ができるよっていう効果があるんで、これでトリプルチューニングができるんですよ。まあ、展開はね、対戦動画見ていただければ分かるんで、まあ、そっち見ていただきたいんですけども、こいつは圧倒的最強ショットなんで3枚、それから、アスカトルは何で入ってるかというと、この、死神官アスカトルっていうモンスターが、相性がすごく良くて、これ、こいつの効果がですね、このカード以外の手札を1枚捨てると、手札から守備表示で特殊召喚できて、その後、赤ありアスカトルを出せると。で、一応縛りとしては、自分はシンクロモンスターしかエクストラデッキが特殊召喚できないよって縛りついちゃうんで、こっからあのハリファイバーとかはできないんですけども、アスカトルで、カオスルーラー出して、一応初動にできるんですよね。しかもこいつ、特殊召喚できるんで、召喚権使わずに動けるんですよ。これが結構強くて、入れております。はい。で、クリエイトリゾネーターは、これはね、アビスとか、出したりとかするように結構ねレベル3重宝するんですよ、レッドライジングとレベル3のこのクリエイトでアビスとか出せるんで、これ結構強いんですよね。なので、1枚、それから、ウィッチ、これはねクリムゾンリゾネーターとウィッチが揃った時に進化を発揮するんですけど、クリムゾンリゾネーターを特殊召喚して、ウィッチを召喚して、で2体でレッドライジングした時に、まあ、レッドライジングの効果とウィッチの効果でウィッチでねこのねワイルドワインドを持ってくるとね、このクリムゾンリゾネーターと、黒木ボイノビッチ2枚から、
レッドデーモンアビスと、スカーレットスーパーノが出るんですよ。ここの2枚が揃うとめちゃくちゃ強い動きするんで、だから入ってます3枚ね。で、バスタービーストは、サイキックリフレクターのコストで、ワイドワインドは、ウィッチから持ってこれるので1枚、まあ、一応クリムゾンリゾネーターとも衝動になりますし、でこいつはさっき言った通りで、ハーピーの羽暴起は、バック除去のために1枚入ってるんだけど、これは抜いてもいいもんなんなら、あの先行用デッキだから。で、死者蘇生は一応展開力を補助できるんで、誘発とかを踏み抜いていけるから1枚、それからコールリゾネーター、これは、まあ、圧倒的クリムゾンリゾネーター最強モンスターをサーチできるんで、これは3枚ですね。で、テレポートはサイキックリフレクターを出せるから2枚で、あとはこの抹殺系、ここはもう手札誘発はケアできるから、まあ、全部、まあ、ガン積み全部でもいいか、抹殺の指名者はもう1枚入れてもいいけど、ちょっと枠がない。でバスターモードは1枚、これ引いちゃったらちょっとやばいんですけどまあこれ気合で引かないっていうことですね。はい。で、スカーレットレインは、効果、これのね、このカードの方がすぐ強くて、自分のフィールドにレベル8以上の新規のモンスターが存在する場合に、フィールドのレベルが一番高いモンスター以外のモンスター全部除外できるよと。要は、出すの大体スカーレットスーパーノバなんで、スカーレットスーパーノバ以外のモンスター全部除外することができるんですよ。あのフリーチェーンでね、トラップなんで、これが強い。でさらに、この効果で除外されなかったフィールドの表が表示モンスター、要は例えばスカーレットスーパーノバドラゴンですわ、これは相手のカードの効果受けなくなります。はい、強いですね。でさらにこのカードが墓地に存在する状態で、自分のフィールドにドラゴン族シンクロ闇属性モンスターがシンクロ召喚されると回収できるよっていう効果があるんで、これでカオスルーラーとかで送られたスカーレットのレインを回収してもう一回セットとかできますんで、まあこれはなかなか強いですね。まあ、本当はガンズミシャイレベルで強いんだけど、ちょっとあの枠がねないっていう、まあそういう感じ。デッキは以上。動かし方はちょっと対戦をね、見ていただければわかるかなと思うんで、見ていただきたいんですけども、とにかくね、このデッキね、かっこよいんだよね。とにかくかっこいい。レッドデーモンズドラゴンって、マジで全員が、もう最高にかっこいいんで、回しててマジテンション上がるから、ぜひ皆さんも作ってみていただきたいというふうに思ってます。続けていきましょう。デュエル、スタンバイ。キングのデュエルは、エンターテインメントでなければならない。見せてやろう、これがキングのデュエルだという、その象徴たるデュエルをな。俺は手札よりクリムゾンリゾネーターを召喚、そして黒木森のウィッチを召喚、そしてレベル4の黒木森のウィッチにレベル2のクリムゾンリゾネーターをチューニング。赤き竜よ、エンマを呼び起こす道を照らし出せ、シンクロ召喚レッドライジングドラゴン。そして黒木森のウィッチの効果に転し、レッドライジングドラゴンのモンスター効果を発動、クリムゾンリゾネーターを墓地より特殊召喚、そして黒き森のウィッチの効果を発動し、手札に加えるのはもちろん、そうワイルドワインド、そしてクリムゾンリゾネーターの効果、このモンスターと闇属性のシンクロモンスターのみの場合、デッキよりリゾネーターモンスターを2体特殊召喚することができる。そして手札のワイルドワインドを特殊召喚、そしてワイルドワインドにレベル2のクリムゾンリゾネーターをチューニング。再び現れろ赤き竜よ、エンマを呼び起こせ、道を照らし出せ、シックル召喚レッドライジングドラゴン。そしてレッドライジングドラゴンの効果発動、このモンスターにターン1制限がついていないレベル2のクリムゾンリゾネーターをチューニング。そして俺はレッドライジングドラゴンに3体のリゾネーターモンスターをチューニング。王を迎えるは三賢人、赤き星は滅びず、ただ愚者を滅するのに、荒ぶる魂よ、天地火脈の時を刻め、シンクロ召喚現れよ、レベル中にスカーレットスーパーノバドラゴン。そしてシンクロリゾネーターのモンスター効果発動、このモンスターの効果によりクリトリゾネーターをウォッチより回収させてもらう。そしてこのモンスターはレベル闇属性のシンクロモンスターがいる場合特殊召喚できる。そしてレベル6のレッドライチングドラゴンにレベル3のクリエイトリゾネーターをチューニング。深淵の闇の時から正しい魔王よ、その憤怒を爆散させよ、シンクロ召喚レッドデーモンアビス。これで俺はターンを終了だ、このくらいで今日は勘弁しといてやろうスカーレットスーパーノバドラゴンの効果により相手が発動したモンスターの効果をが、まあ、相手がモンスターの効果を発動した時、自身をとりあえずドローフェイスで打っておこう。相手が自身のモンスター効果を発動した場合、このカードと相手フィールド上のモンスター全てをゲームから除外するという効果を持っている。サラマングレートサークル、何サラマングレートか、2019年の世界大会優勝テーマだな、つまり多分強い。ちなみに俺は触ったことがねえ
わかんねえよ、なんかでも、ま、なんとなく、なんとなくしか知らん。ただ、やつらはそんなにそこまでの展開力はないはずだ。なんかあの、サラマン・グレイト・ロアーみたいな、なんかあの、カウンタートラップみたいな。なんでお前これ、サンダーボルト何止めざるを得ない。まあでも、あの、あれですね、スカーレットは知らないんですけど、アビスは死んじゃうんで、サンダーボルトは無効にせざるを得ない。最強カードを、もう使ってくるじゃないか。貴様なかなかやるな。ブレインズの資格か。サラマングレードガゼル。こうか。思うなんか撃って、なんか止めたらいいんじゃないか。相手のメドにモンスターがいなければ、リンク召喚をすることもないだろう。これがキングのデュエル。キングのデュエルは、エンターテインメントでなければならない。これエンタメか。スカーレットスーパーのマドラゴンの効果、全てのモンスターをゲームから除外していく。お前のフィールドだけな。ちなみにこのスカーレットスーパーのマドラゴンはエンドフェイズに自身を除外ゾーンから特殊召喚するという効果を持っている。これによって、まあ、次のターンのエンドフェイズなんですげえ遅いんですけど、一応帰ってくるっていう効果を持っていると。うーん、よし。レッドデーモンアビスは一ターンに一度何でもカードの効果を無効にできる効果を持っている。よし、俺は決まっているな。墓地で存在するワイルドマインド、なるほどな。一旦バスタースナイパーから入った方がいいのか。これはバスタースナイパーを召喚。バスタースナイパーの効果発動、なんか召喚成功時なんかありますかこれ。激励ぞ。あ、無理。無理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 。さあ、激流層の効果はレッドデーモンアビスで無効にさせてもらう。バリ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 。そしてバスタースナイパーのモンスター効果発動、このモンスターをリリースし、デッキよりレベル1のチューナーモンスターであるサイキックリフレクターを特殊召喚。そしてサイキックリフレクターの特殊召喚成功時効果発動、サイキックリフレクターの効果によりバスタービーストを手札に加えていく。まあ、バスターモードはもうすでに引いてしまっているが関係ない、バスタースナイパーが持ちにいるからな。サイキックリフレクターのモンスター効果を発動、サイキックリフレクターのモンスター効果により墓地に存在するバスタースナイパーをレベルを3つ上げて特殊召喚。ちょっと全然レッドデーモンズ関係ないモンスター出すけど、ちょっと見なかったことにしてくれみんな。見なかったことにしてくれ。俺はレベル7のバスタースナイパーにレベル1のサイキックリフレクターをチューニング、新規の召喚、コントンマリュー、カオスルーラー。このモンスターは新規の召喚に抵抗した場合、デッキトップ5枚をめくり、その中の光または闇属性モンスターを1枚手札に加え、残りのカードを墓地に送るという効果を持っている。よし、ミラーリゾネーターが落ちた、なかなかいいぞ。ウィッチも落ちた、いいぞ。クリムゾンも来た、いいぞ。まあそんな強くもねえな。ただ手札に加えることができる。これによってクリムゾンリゾネーターでいいんでしょうか。これはまあどれでもいいの、まあ、まあまあまあこれにしようか。クリムゾンリゾネーターを手札に加えていく。そして墓地で存在するレッドライジングドラゴンの効果発動、このモンスターをゲームから除外し、墓地に存在するレベル1のチューナーモンスターを2体特殊召喚することができる。そしてさらにワイルドワインドの効果も発動、ワイルドワインドの効果によりクリエイトリゾネーターを手札に加えさせてもらう。そしてレベル9のレッドデーモンアビスにレベル1のシンクロンリゾネーターをチューニング、泰山冥道、山尾崎、地の炎とともにその身をさらせ、新規の召喚レベル10エンマリュー、レッドデーモンベリアル。そしてシンクロンリゾネーターのモンスター効果発動、シンクロンリゾネーターのモンスター効果によりクリエイトリゾネーターを手札に加えさせてもらう。さらにクリエイトリゾネーターを手札から特殊召喚、レベル8のコントンマリューカオスルーラーにレベル83のクリエイトリゾネーターとレベル1のミラーリゾネーターをチューニング。孤高の絶対破壊神よ、神域より舞より終焉をもたらせ、シンクロ召喚レベル12エンマリューをレッドデーモンカラミティ。レッドデーモンカラミティはシンクロ召喚に成功したターン、相手はフィールドで発動する効果を何も発動することはできない。そしてレッドトライジングドラゴンの効果により墓地のチューナーモンスターを2体特殊召喚、さらに1体のモンスターをリリースし、墓地よりレッドデーモンアビスはレッドデーモンベリアルの効果で再び冥界の扉を突き破り蘇る。
レッドデモンアビス。さらにシンクロリゾネーターは墓地に送られた場合、墓地のリゾネーターモンスター一体を回収する効果を持っている。この効果にターン一度の制限はついていない。そしてこれで俺はバトルフェーズに移行する。行け、レッドデーモンアビスの攻撃、アビスレイジバスター、グレートサミットブレイカー、クリムゾンアブソリュートブレイク。キングのデュエルはエンターテイメントでなければならない。キングは一人、この俺だ。さあエンターテインメントというものを見せてやろう。キングのデュエルはエンタメでなければならないからな。さあコールリゾネーターにまずウララ撃て、まずはウララ撃て。ウララないのかい。ランチ戦、まあ、結構ウララ飛んできるから大変ですよね。めちゃくちゃウララ飛んできるから、まあ、そこめっちゃ大変だなと思ってるんだけど、クリムゾンリゾネーターをとりあえずタック消化すればいいか。この効果の発動がちなみに、自分は闇属性のシンクロモンスターしか出せねえっていうのがすごい縛りがつくから注意してくれな、みんな。そしてサイキックリフレクターを特殊召喚、サイキックリフレクターのモンスター効果発動、サイキックリフレクターのモンスター効果によりバスターモードの名前が記されたカードを1枚手札に加えていく。そしてバスタービーストを手札より捨ててバスターモードを手札に加えていく。そしてサイキックリフレクターの効果発動、バスターモードを相手に見せつけることにより墓地のバスタービーストをレベル2の数上げて特殊召喚することができる。ちなみになんかバスタースナイパー入れたり出したりしてるから、入れたり出したりしてるってなんかちょっとなんか卑猥だな。入れたり出したりしてるからなんかちょっとなんか対戦動画の中で入ったり出たり入ったり出たりしてるのがなんかあったらすまん。しかも全然関係ないものを晒してしまう。これはキングのモンスターではない、コントンマリュー。カオスルーラーをシンクロ召喚、カオスルーラーはシンクロ召喚に成功した場合デッキトップ5枚を見てその中の光か闇のモンスターを手札に加え、それの他のモンスターを全部墓地に送るという最強効果を持っている。まあ、とりあえずこれで成果を得られることができたな。うわ、スカーレットリン落ちた。なんて強いんだ。これがね、めっちゃ強いんですよね。このスカーレットリンっていうカードを墓地に送ることによって、闇属性のシンクロモンスターなんか出せば回収できるっていう効果があるわけですわ。これは、コントンマリーパターンの場合は3じゃなくて1を出しましょうね。1度1を出しましょう。1度1です。はい。3-1ではなくて1度1。レッドライジングが絡んでる場合は、3と1でいいんですけど、レッドライジングじゃない場合は1と1の方がいいです。でこれであのトリプルチューニングできるんでね。俺は4体のモンスターで新境召喚トリプルチューニング。おうおう、迎えるは三賢人、赤き星は滅びせ、ただ愚者を滅するのみ、荒ぶる魂よ、電池かびやけの時を刻め、新境召喚レベル12レベルマックス、スカーレットスーパーノマドラゴン。そしてスカーレットレインの効果、スカーレットレインは墓地から開始するという効果を持っている。さらにシンクロンリゾネーターの効果により墓地で存在するクリムゾンリゾネーターをさらに手札に回収。そして幸いなほどに手札に光属性を引いているため、なんと墓地のカオスルーラーは特殊召喚できる。手札に存在する、ミラーリゾネーターと墓地で存在するサイキックリフレクターをゲームから除外し、現れる再びカオスルーラー。そしてシンクロンリゾネーターは一旦に一度手札から特殊召喚できる。そしてレベル8のカオスルーラーにレベル1のシンクロンリゾネーターをチューニング。深淵の闇より解き放たれし魔王よ、その奮闘を爆散させよ。シンクロ召喚レベル9エンマリュー、レッドデーモンアビス。カードを2枚セット。これで俺はターンをしろ。ちなみにこの展開に召喚権使ってないのやばいな。召喚権使ってないのやばいな。これちなみに今4妨害ですね。あのアビスで1回効果無効、スカーレットスーパーノバドラゴンで、なんかフリーチェーンでなんか除外する相手のモンスターをねと自分をで、墓穴で墓地のカードを除外する、でスカーレットレインの効果で、フィールド上のレベルが一番高いやつ以外のモンスターを全部除外するっていう、まあ、めっちゃ除外しますね。基本的にドライトロンノバいいだろう。ドライトロンノバはいい。ドライトロンも先行を取れば勝てるというところを見せてやろう。ドライトロンは高校にはそんなに強くないからな。あ、いいだろう。まあ、これは1体でリンク召喚してくるのも別にいいぞ。なんなら、ここでスカーレットラインぶち込んだらなんか止まりそうだけどな。ルターデルタ、いいだろう。あ、リンクリボーしないのこれ。なるほど。リンクリボーは1000スタイルでいくわけですね。なるほど。
まあそのくらいは許して差し上げようか。まあ多分これカカアナも食らいますねこれ相手結構が噛み合ってますね妨害。ハカアナも全部刺さるし、スカーレットラインも刺さるし、アビスもきついし、多分、まあ、ルタデルタは別にドローするから効果はまあ別にそんなに変わんないかな。これは別にいいよ、通してあげる。ないのかな。あー一応あるよね。はい、オッケー。まあ、それはいいよ、それはいい、全然問題ない、全く問題ない。ドローまではいい。サーチするカードは全部止めるけど、スカーレットレインもスーパードマも全部止める。とりあえずバンハルバー発動しな。バールファーはハカラの指名者でバチコリと除外して差し上げるからね。何？あーなるほどな、それはまあさすがに止めるわな、それはさすがに止めるわな。レッドデーモンアビスの効果を発動。一ターン一度相手のフィールド上の表側表示のカードの効果をターン終了時まで無効にする。これがレッドデーモンアビスの恐るべき効果。これはちなみに魔法トラップモンスターの効果、すべてのカードの効果を止めることができる。これによってサーチは入れさせない。レベル2とレベル1のモンスター何ができるこんな落ちて負けたらおもろいなあの4妨害さすがに抜けないでしょ。バーアルファの効果何がリリースされるんだ。これ弁天リリースちょっとめんどくさいですよね若干。バーアルファはでもまあ普通に墓穴しちゃえばなんとなるかっていう。ああ弱いね、言うて弱い、いや言うて弱いでしょ。まあ、アルゼーター、まあ、これはさすがに、まあ、打ちますよ。君のバーンアルファはゲームから除外させてもらおうか。除外したモンスターの効果は無効になりターン終了時まで効果を発動することはできない。ドメモンスターのバリ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 これでまだ2妨害が乗ってる。さあ超えられるか。これがキングのデュエル。キングのデュエルは圧倒的エンターテインメントになければならない。これがエンタメなのかと言われると定かではないかな。これがエンタメですかって言われるとうっってなるけど、グーの音も出ないみたいなキングは一人、この俺だ。うるせえ俺の実況。いやこのデッキさ使っててテンション上がるのマジでポイントだわ。とりあえずこれ止めてくれ。コールリゾネーターの効果をお前は止めろ。さあハルウラ打て。コールリゾネーターの効果を発動。コールリゾネーターの効果によりなんかあるな、まあ、なんかあるけど、とりあえず抹殺の指名者によってお前のうららいいだろう。ハルウララの効果、まあでもここ別にいいや、特にやいらない、別にもう一枚あるんでもう一枚あるんで別にいいです、大丈夫です。クリムゾンリゾネーターも持ってるんですよね。これが強いんですよね。じゃあクリムゾンリゾネーターの効果を発動。クリムゾンリゾネーターの効果によりこのモンスターを特殊召喚し黒き森のビッチを召喚するぜ。お、なんかもう一枚あるぞ。あれで、なんか誘発すげえな。同時か、まあ、一応ケアできますけど、ね、あれで抹殺でなんかありますね。なんかずっと光ってますけど、とりあえずレッドライジングドラゴンを召喚していくぜ。もうなんか召喚工場はもういっか、なんかもうひたすら取れてるからもういいや。もうなんかちょっとどれなんか勝ち試合はもうなんか取れてんだよな、もう全部。クリムゾンリゾネーターの効果を発動。クリムゾン、あー間違えた、レッドラジオの効果によってクリムゾンリゾネーターを特殊召喚。さらに、黒木モリノビッチの効果も発動。黒木モリノビッチの効果によってワイルドワインドいるから、シンクロリゾネーター、あーこれゾージーとか持ってくるのありじゃない。ゾージーとかエフェクトベイラーとか持ってくるのありじゃない。エフェクトベイラー持ってくるか。エフェクトベイラー強そうだな。エフェクトベイラー持ってくるか。エフェクトベイラー持ってきて相手のなんかケアしよう。強そうこれ。これがね、ウィッチのいいところですよね。で、クリムゾンリゾネーターの効果を発動。クリムゾンリゾネーターの効果により、墓地からレベル3のクリエイトリゾネーターとレベル1のシンクロリゾネーターを特殊召喚していく。このカードは、フィード上に闇属性のシンクロドラゴン族モンスターと自身だけの場合になんかこの効果を発動できるぜ。そして、風雷王、ワイルドワインドを特殊召喚。レベル4のワイルドワインドにレベル2のクリムゾンリゾネーターをチューニング。赤き竜よ、エンマを呼び起こす道を照らし出せ。シンクロ召喚、レッドライジングドラゴン。そしてレッドライジングドラゴンの効果発動。レッドライジングドラゴンの効果により墓地のクリムゾンリゾネーターは再びメーカーの扉を突き破り蘇る。そしてレベル6のレッドライジングドラゴンにレベル3のクリムゾンクリエイトリゾネーター、レベル2のクリムゾンリゾネーター、レベル1のシンクロリゾネーターをチューニング。オーブを迎えるは三賢人、赤き星は滅びず、ただ愚者を滅するのみ。荒ぶる魂よ、天地一回目の時を刻め。シンクロ召喚、
トリプルチューニングレベルマックス、スカーレットスーパーノバドラゴン。そして新機能リゾネーターのモンスター効果発動。新機能リゾネーターのモンスター効果により墓地のクリエイトリゾネーターを回収。そしてクリエイトリゾネーターを手札より特殊召喚。そしてレベル6のレッドライジングドラゴンにレベル3のクリエイトリゾネーターをチューニング、シンクロ召喚。あ、深淵の闇より解き放たれし魔王よ、その奮闘を爆散させよ、エンマリュー、レッドデアモンアビス。つえー、かっけえ、つえー、最高やこのデッキ、マジ神デッキや。で、まあちょっとあのあれですけどね、あのカオスルーラーが経由できないとちょっとアドバンテージを稼ぎづらいっていうのはあるんですけどね、墓地の。まあそこがな、ちょっとあのこのレベル2レベル4 の、 あのギミックの、まあ別にカオスルーラー出そうと思えば出せるんですけど、別に。うわあ、うわあ、おい、お前何してんだ、お前何してんだ、うわくそ、誰が